帝国農会とは1910年に公認され、第二次世界大戦中の1943年に廃止された中央農政機関である。1881年に成立した大日本農会と1895年に成立した全国農事会が帝国農会の前身である。大日本農会の幹事長であった前田正奈は農会法の制定に尽力した。 1899年に農会法が成立すると全国農事会は自身を系統農会の中央機関と位置づけるようになり1907年に帝国農会と解消し1910年に法制化を実現した農業の技術的経済的発展及び改良を目的として設立されたそのため農業技術の指導農業に関する調査研究 農産物価格の統制、小崎葬儀の抑制、農民の福利増進などに取り組んだ。また、農業保護とともに、地主の利益擁護の側面が強い。道府県及び軍市町村の農会を系統的に組織した全国的中央機関であり、下部組織として、道府県農会を持ち、多額の国庫補助を受ける管制団体である。1928年から、 市去通報を発行した日本農業新聞に解題1943年農業団体法の成立によって中央農業界に統合された。突起なき場合、日本官僚制総合時点1868から2000による。ありがとうございます。